下に控えてる大人の母がどっから出たらええの、邪魔者おるやんかって歪んできたりもするから。お口開けてください。口元美容香りです。生え変わりの時って歯がグラグラしてご飯食べにくい、当たったら痛いなんてことが起こってくんねんけど、かたくなにやな、抜きたくない、もうこんなん嫌や嫌や、自分で抜くねん、触らんといてみたいな子がいてたりとか、反対にちょっとしか入れてへんのに気になるからもう早く抜いてみたいな子がいてたりとか、いろいろやねんよな。で、今日の女の子は3年生なんですが、やっと前の2本目が揺れてきて、ご飯食べにくいから抜いてほしいってことで抜くことになりましたよ。今ちょっとしびれ薬せなあかんけど大丈夫？今頑張る。見してください。いいって感じ。もう揺れてる揺れてる。今揺らしたら痛い？これぐらいは大丈夫？うん、大丈夫。でもお薬するわな、そっちの方が安心やから。塗り薬からしますね。今度まんましといてな、ちょんちょんだけ触るわな。未来大丈夫？グラグラです。こんな大きいの寝ます？これちゃうやろ、前歯用と違うでしょこの道具。じゃーん、抜けた。噛んでください。じゃーん、大丈夫ですか、うん、はい、お土産やったー。結構麻酔をすんのも平気な感じ。ほんでほんでほんで、はい、抜くよー言っても、うん、抜いてみたいな平然とした感じでスピーッと抜かしてもらいました。これがなかなか抜けへんねーいう時は、やっぱり下に控えてる大人の歯がどっから出たらええの、邪魔者おるやんかーって歪んできたりもするから、抜いた方がええ時もあるの。だからチェックが必要なんよねー。だってさ、歯って考えて考えて考えて半分しか見えてへんねんで、半分は埋まってんねん。中でどうなってるかなんか上から見たって私らでもわからんぐらいよ。だからね、レントゲンを撮ったりとかするわけなんよ。レントゲンばっかり撮りたくないなって思うかもしれへんけど、最近のレントゲンってそんなに体に悪いっていうほどではなくなってるのよね。デジタルっていうものが進んでるから、昔のレントゲンほど体に悪影響ってことないのよ。それよりも携帯ずっと持ってるとか、テレビ見てる近いところでとか、電子レンジの前に立つの方が絶対悪い電磁波受けてるから、だからちゃんと歯医者さんでたまにはレントゲンも撮ってもらいましょう。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。